はっスカいわいはい,い初めてじゃないでしょうか。この部屋で勝ち動画を撮るっていう。なんかね、結構一年前とかだったら、あの、一つになろうとかね。あの、なんかこういう対戦になって、ね、なんか呪いだー、エスコンの呪いだーとかね。ボーフィールドだーとか言って。負け動画はこの部屋でね、あの、何度かお届けしたことがあるんですけれども。なんでしょうかこの勝ち動画。ただね、勝ったは勝ったんすけど、今日もし皆さん、あの、日ハム戦だったらって考えてみてくださいよ。うん。 スコア2対0。で、千葉ロッテマリーンズ、ザンルイス、12。はい。12ですよ。5対2で負けてないこれがもし日ハム相手だったら。だら今日の勝因は、セーブファンには本当に申し訳ないですけど、チーム打率も現在ね、あの、リーグの中で最下位で、それからまあリーグね、順位の方でもダントツで最下位のライオンズ。それから、14勝0敗とね、えー、かなり相性のいい相手がセーブだったから、 勝ててたんんじゃなないかなってね僕ね僕思うんですよこの試合を日夜無戦でやったらマジで100%負けてます。もちろんね、勝ったことは嬉しいし、またね、ゲーム差をひら広げるのか、まあ2ートのゲーム差縮めるのか、まあどちらかになるので、まあ勝ったことはね、非常に嬉しいんですけど、やっぱりまだね、打線は戻ってきてねえなっていうのはえ、正直なところ思いましたね。はい。ただ、え久々の46イニングぶりのえタイムリーヒットが出たということで、はい。これはまずホッとしました、はい。 えー、この埼玉西部ライオンズ戦、三、えー、3連戦、求めるものは、えー、当然3連勝です、えー。負けることは許されません。もういろんな意味がありますからね。えー、まずは、えー、埼玉だけには負けられない、えー。西部には負けられないというところがありますし、えー、っとまあね、あの、この3連戦で、ロッテ西部の裏で、日本ハム対楽天が戦っております。現在2位の日本ハム、そして4位の楽天、が戦っております。 これ、すなわち、僕の理想としてはね、まあ、楽天が勝ってくれることがね、あの、望ましいんですけど、ロッテが勝つ前提でね、 ロッテが勝つ前提で、楽天が勝っていただきたいっていうのがね、一番の本心なんですけれども、まあ、少なからずね、あの、どっちかが上がってどっちかが落ちるわけじゃないですか。まあ、日本ハムが1勝2敗でロッテが3連勝とかだったら一気にね、日ハムと2ゲーム差縮められますし、まあ、最低限 A クラスってことを考えると、えー、楽天がもしね、1勝2敗でロッテが3連勝したら一気に2ゲーム差ね、開くことができるというところなんで、あの、この3連戦はマジで3連勝してくれ。ただでさえ相性のいセーブ戦でしょお得意でしょ負けることは許されません。 しかも、あの、日アムと楽天が戦っていますから、週末苦手なホークス戦でしょそのためにはちょっと、あの、申し訳ないですけど、セーブさんが相手の時にね、えー、貯金を作らせていただきましょう。明日も明後日も、ね、えー、とことん、セーブに負けないように、うん、相性のいいチームを、えー、とことん食っていけるように、頑張っていきましょう。はい。えー、ということでですね、本日、2対0で、え、勝利をしたということで、今日からね、なんか、ゾゾマリンの方でも夏祭りみたいなのがね、行われてて、パワープロのね、映像なんかも出てて、そこもすごい、あの、この前のオリックスの、 の試合かななみたいなねそういうのも思っていたんですけどパワプロっていろいろ調子のマークがあるじゃないですか中村翔吾が絶好調のあのマークが出ておりましてはい本当か 今日の1打席目なんかはすごく良かったんですけどね。えー、せっかくいいバッティングを台無しにする2打席目のあの内容でしたしね。えー、ちょっとそこのところは気になりますが。はい。そして、小島投手なんかもね、あの、防御率4点台、そして8勝9敗とね、ま、あ結構成績としては苦しんでいる中の、あの、絶好調マークだったんですけど、少なくとも絶好調ではないと思うんですけどね。ま、あでも今日のピッチングは絶好調と言わせるぐらいのね、えー、そんなピッチングでございましたけれども、試合展開の確認していきましょうということで、えー、今日の先発がね、えー 小島投投手手と高橋コーナー投手の両先発で始まりまりしたいきなり1回の表小島投手、えー、それがエースのやるピッチングかと思いました先頭ね追い込んでからデッドボールなんか与えてしまいましたからねそしてまあその後ね奥村選手が盗塁失敗するんですけれども源田選手がツーベースヒットを放ってまたピンチ作りましたからこの盗塁がもし成功してたらって考えるとね 紫っすよね、パワープロデューとうん、調子。まあ、しかし、その後はピンチを抑えてくれて、えー、ロッテの方もね、初回に、いきなりチャンスを作りました。はい。えー、角中選手がヒット。それからツーアウトからね、二人がフォアボール選んでね、トシ君がセカンドゴロっていうね。まあ、これまた、あの、オリックス戦の、えー、嫌な嫌な、えー、その流れが続いているんじゃないかなっていうね。うん、漢字二文字。えー、ひらがな四文字。三塁というね。 はい、それがまだ、この本拠地、ゾゾマニスタジアムに帰ってきても、なかなか抜けないというところでね。えー、残塁祭り、まだまだ行きます。夏祭りの予定なんだけど、残塁祭りになってしまってるんですよね。夏の残塁祭り。そんないらんわ。2回の裏、ベイアンがヒット、内アンダー放ちまして、これですね、エンドラン仕掛けて、翔吾選手はね、繋いでいきましてね、ワンアウトランナー三塁一塁。ともすぎ選手、えー、バンとして、ファールフライ。うん、最悪、えー。藤岡選手もセカンドゴロ。はい、2回で残塁4ということでね。なんだ、この最悪の流れはと。だから、 日ャム戦だったら次の3回表あたりで先制点取られてロッテの方。なんかちょこちょーんって1点か2点ぐらい取り返して。まあその間にはもう日チアムが5点ぐらい取ってるのよ。今年の日ヤム戦ってほんとそういう展開ばっかだからね。ロッテも追い上げるは追い上げるけど、結局打力で負けたりしてるから、それがあのね。あの対戦成績になっているのでね。怖かったですよ。今日日ヤム戦だったらって考えるとはい。そして3回の裏ですね、えー、ここでロッテがようやく先制点を上げますと。とえ、戦闘角中選手が2。ベースイット今ねロッテの中で一番頑張っての角中選手です。 これは間違いない。36歳、37歳の大ベテランが一番頑張ってる。えー、そして、ポランコ選手がね、ここ引っ張りたい、引っ張りたいって僕言ってましたが、セカンドゴロしっかり進塁打を放っていって、ね、二人が2打席連続フォアボールの後、えー、ここでね、佐藤俊也選手に、えー、ライトへのタイムリーヒットが1本出まして、これが、なんと、46イニングぶりの、えー、タイムリーになりました。はい。46? なぁ、これ。ロッテの選手みんな坂道好きなの うん、46イニングぶりって。46だから。それか何あの、岩下大輝が好きなんかあの。46イニングぶりのタイムリーですよ。5試合ぶりですよ、5試合ぶり。日ハム戦の3連戦の第2戦目。あの、2回に翔吾選手が先制タイムリーを放ってから、まあ、その試合のまず7イニングね。それから日ハム戦の,あの3連戦3試合目。オリックス戦3連戦、まあ。4試合と7イニングタイムリーが出ていなかったんですよね。これ46イニングぶりのタイムリーです。 どんだけ待ったことでしょうか。それだけ、まあ、点も取れていなかったし残塁ばっかだったっていうところですよね。えー、そしてまあ、タイムリーが出ましたと。えー、その後ね、満塁となりまして、中村翔吾選手え一球も、まあ、バットを振りませんでした。えー、これしかも見逃し三振ですね。もうこれ最悪っすね。満塁の場面。超美味しい場面よ。打ったら。まあ、確かにスリーボールになったっていうところでもあったけれども、その後見逃し、見逃し、見逃し最悪、最悪、最悪 これ最悪っすね。チャンスの場面で一球もバットを振らないっていうことは僕はありえないと思っていますし、なぜね、一打席目、ああいうエンドランっていう場面でね、せっかくいいバッティングができたのに、それを帳消しにしちゃうようなね、そういう打席内容を送るのかと、僕は不思議に思いました、うん。バットスイングさえすればね、またちょっとね、あの僕の見方も変わったかなと思うのに。このところで見逃し三振をしてしまう。うん。もったいね えー、そして4回の表もね、ロッテが、えー、追加点をあげますということでですねで、角中選手がセンター前ヒット、2アウトから放っていきました。ほらね、一番頑張ってるでしょそして、えー、ここ2アウトからの攻撃はね、非常に良かったと思いますね。ポランコ選手が、えー、フェンス直撃の、えー、タイムリーツーベースヒットを放ちまして、まあこれもうちょっとねね、ホームランでしたね。まあでも逆方向にね、打球伸びていましたし、この逆方向にも打てるポランコ選手ね、でまあ先日の日アム戦でもホームラン放ったりとかしていましたし、まあ状態としてはね、えー、結構上がり気味なんじゃないかなというところで、はい ポランコ選手そそろそろね来日しししてて3年連続の20号到達ほいなとと思うところですねあパ,パワー、まあ、これで46イニングのタイムリーだったわけなんですけれどもこれでねなんと2イニング連続タイムリーという最近のロッテでは夢のようですね2イニング連続でタイムリーが出るというのはこれでねライオンズ戦4イニングまでで2点を取りましてオリックス戦3連戦27イニングの合計得点を越しましたただでさえ相性のいいオリックス戦でね1点しか 取れませんででしたから3連戦で非常にね、しかもこの一番相性のいい西武戦でのこの残塁祭りえ、非常に心配なところはあったんですけれどもね、ここ4イニングで、オリックス戦3連戦の合計得点1点を、えー、超えてくれました。うん、1点を超えていく当たり前だろうがっつってね、1点なんかじゃねえ、あの、勝てる確率相当低いですからね。あ、ただね、えー、この後ね、2人が三振ということで残塁を考えてみるとね、4回で残塁8なんですよね。計算でいくと8回まで残塁16なんですよ。たまったもんじゃないです。 しかしね、まあ、先にちょっと打線の方からね、振り返っていっちゃうんですけれども、5回以降ね、見事にランナー出ねえんだわ。今度は。今度はランナー出ないのね。7回まで。7回までランナー出ないんですよ。あの、7回2アウトまでランナー出なくて、7回ね、2人がまた今日3つ目のフォアボールを選んで、トシ君が次三振って言ってね。これ7回で残塁9。ま、まあまあ許せる残塁になったっていうね。もうね、2-0っていうのは非常に怖かったですよ、はい。そして8回仕上げに残塁3っていう。なんちゅうなんか、なんとも言えない試合をしてくるよね。 ロッテってねただね、えー、そこで今日、えー、素晴らしかったのが、えー、ロッテの小島投手でございました。まあ、僕、あの、最初に防御率4点台はね、あの、やっぱエースのやるピッチングじゃない小島ならもうちょっとできる的なところをね、えー、言ってね、まあ、序盤の方は結構心配あったんですけれども、まあ、投げ終えてみればね、えー、結果的に7回無失点ということで、まあ、僕はまあ、西武戦なんで、ま、7回2失点ぐらいでいいかなっていうふうに思ってたんですけどもね、えー、そこを遥かに超える7回無失点で抑えてくれましたということなんで、ここ非常に良かったかなと思います。はい。そして、8回 今日マウンドに上がったのは鈴翔ではなく沢村選手でございました。えー、先頭バッター非常に心配でございました。うん、これは54番の沢村投手かなと思ったね。去年までの。うん、いきなりスリーボールになったし。ただここで、え、ストレートのフォアボールを与えていたらもう確実にね、54番の沢村なんですけれども,も、ここでしっかりね、まカウント戻して、そして最後先頭バッター源田選手三死に取りましたんでね、これは11番の沢村さんだなと。54番の沢村もどっか行きましたね。これは11番の沢村さんだった。 沢村さんだった。えー、その後も、えー、野村選手も三振に取りまして、佐藤流星選手もセカンドフライに打ち取りましてね、これ結果的に、三者凡退で抑えたんで、はい。これは11番の沢村さん はい。54番もどっか行きましたね、これね。はい。そして9回ね、マウンド上がったのは今日は鈴翔、えー、でございましたね。な西武戦9回鈴は上がる場面が結構多いのかなってね、えー、個人的には思っているところなんですが、これは違うんでしょうかなんかデータとかあったらね、ちょっと教えてほしいんですが、なんか対戦チームの相性とかもあるんですかね、ここは。増田投手を西武戦あんま打たれてる記憶ないけどね。よーく打たれてんのはホークスとオリックス。まあ日ハムも、まあ、楽天も。 ス田打たれてますね。この鈴章が今日も安定的に三者凡退で抑えていきまして、千葉ロッテマリーンズ同一カード、これで15連勝ということになりました。はい。埼玉だけには負けられない、このパリーグの関東対決も残り10回戦となってまいりました。千葉ロッテマリーンズ、まあおそらくプロ野球史上初であろう、同一カード25連勝までマジック10です。 え、千葉ロッテマリーンズにも一応マジックという、あの、謎のマジックが始まってます、カウントダウンが。あと10試合です。いけるいけるいける